お前こそな。エトナ様に気を取られている。今こそ千載一遇のチャンスっす。品はもろともっす。もとい、今こそ主役の座をこの手につかめーっす。何邪魔してんのよ。痛いっす。悪気はなかったっすよ。野心は丸出しだったけどな。はぁ、とんだちゃちゃが入ったわね。今日のところはこれくらいで勘弁してあげるわ。不慮の事故とはいえ追い込まれてるのはそっちなのに、どうしてそこまで上から目線でものが言えるんだ。特にあんた、次に会った時は容赦しないから。あなた、かわいいわね。いいわ。もっと私を感じさせてちょうだい。な、何言ってんのあんた！頭おかしいじゃないの！そんなに感じたいなら感じさせてあげようじゃない。地獄の苦しみをね。ほら、いつまでぼさっとしてるのよ。行くわよ。待ってくださいっす。なんであんなにあなたを目の敵にするのかな。意外と気にしているみたいね。仕方ないの。私が完璧すぎるのよ。で、どうするんだ。今のところソウルを解放する以外にやれることはないわけだよね。そのことが原因で狙われているのは間違いありませんね。それにあの人だけじゃないでしょうしね。私たちを狙っているのは。とりあえずあいつを追うか。面倒な奴らには違いないが、唯一の手がかりみたいだからな。